メグリン各路線専用車。左から東西メグリン、南メグリン、北メグリンメグリンは、東京都台東区のコミュニティバスの名称である。区内を循環する4ルートが運行されており、北メグリン、南メグリン、東西メグリンの3ルートは、日立自動車交通、グルーリ、メグリンは、京成バス奥土営業所に運行委託されている。日立自動車交通のメグリン専用車両は、 小型ノンステップバスの日のポンチョに東京特殊車体が仮装したファンタスティックバスが使用されている。向かう方向に応じて表示される。路線名も表示されている。南メグリンの方向幕2001年6月29日に台東区内の公共交通不便地域の解消を目指して浅草エリアで運行を開始した。当初は東京都交通局に運行を委託していた。 料金は100円で、専用車両として、小型ノンステップバスである、日野、レインボー HR を採用した。2004年4月24日からは、浅草橋や倉前、上野など、区の南部を循環するルートを増設した。このため、同年4月1日から、従来のルートを、北メグリンと解消し、新設された南部のルートに、南メグリンの名称が付された。また同時に、 運行委託先が東京都交通局から日立自動車交通に変更され専用車両も都営バスから日立自動車交通へ移籍した2006年4月29日からは上野公園や谷中など区の西部を呼び文京区千田木の一部と浅草駅など区の東部を循環するルートを東西巡りんとして運行開始したこれに合わせて 南メグリンの停留所の一部新設及び変更が行われた。また、同年11月1日からは、北メグリンの路線の経路変更が行われた。美濃湾駅から、金杉区民館下屋分館入り口までの昭和通りを通る路線及び、根岸山三丁目から、うぐいす谷駅までの経路を、 根岸図書館付近から国際通りを南下して、流線交差点で西に向かい昭和通りまでの路線、及び、根岸三3丁目から根岸四4丁目に向かいを、竹橋通りを南下してこととい通りを通り、うぐいすに駅まで抜ける経路に変更された。またそれに伴い、停留所の名称変更、新設が行われた。この経路変更により、 北メグリンの一周の所要時間が45分から60分となったが、これにより車両不足が生じたため、全路線用予備車、みんなのメグリンであった三菱不走エアロミディ MJ が塗装変更を行い、北メグリン専用車となった。2007年12月21日には、東西メグリンの停留所新設、停留所番号の変更が行われた。 2009年4月1日、ルート変更とダイヤ改正が行われた。北めグリンでは、経路変更に伴い、一周60分から75分となった。東西めグリンでは、土俵昼間に限り増車され一周75分から90分となり、東西めグリんの雷門通り止まりが、浅草駅まで延長された。また、南メグリンでは時刻変更が行われた。 2011年1月1日、北メグリン、東西メグリンのバス停新設及び移設に伴い一部経路変更が行われ、台東区役所及び上野駅、上野公園において、東西メグリンと東西メグリンの相互の継ぎが可能になった。これにより、東西メグリンの所要時間が1周90分に、土俵昼間は1周105分となった。また、全路線において、全面、 背面の方向幕の表示が路線名のみから路線名方面となった。2016年1月31日には既存3ルートを結ぶ新ルート、グルーリ、メグリンが開業した。北メグリン、南メグリンのルートを時計回りに結び、浅草駅と台東区役所で東西メグリンへの乗り継ぎを可能とした。既存ルートと異なり京成バス奥土営業所に委託されている。 また青と白の専用デザインの中型車により運行される。グルーリ、メグリン開業と同時に、日立自動車交通の既存3ルートでも、パスも、スイカ等の交通系、IC カードが利用可能となった。なお、グルーリ、メグリンの運行開始日である2016年1月31日から、東京都交通局は、都営バス、東40つ系統で、ダイヤ改正を行い、 運行本数を大幅に削減した。車内の案内放送では、台東区内の施設の紹介も流されている。北めぐりん専用車めぐりん開業当初の、都営バス時代から使用されていた浅草駅を起点とし、美濃屋駅、うぐいす駅、入谷駅、千草寺などを経由して、浅草駅に戻る、区北部の一周 10.59km のコースを、走る一方向循環バスである。 一周の所要時間は約75分、運行間隔は約15分である。循環のほか、朝は数本が先属三丁目始発、夜は数本が清川一丁目止まりとなるものがある。また、2016年8月1日のダイヤ改正により、20時代に浅草駅始発清川一丁目止まりの便が2本追加された。 2018年10月1日から2019年3月末日まで運行見直しの実証実験として北めぐりんを浅草周りと根岸回周りに分割して運行している南めぐりん専用車2014年に導入された上野駅を起点とし浅草橋駅、田原町駅、入谷駅などを経由して上野駅に戻る台東区南部の一周7点に キロメートルのコースを走る一方向循環バスである。一周の所要時間75分、運行間隔は約15分である。朝は数本が浅草菊水通り始発、夜は数本が田原町駅止まりとなるものがある。2018年10月からは北目グリンと同様に実証実験名目で生涯、学習センター北から、 台東病院まで延長されている。東西巡りん専用車とみんなの巡りん上野の台東区役所を起点とし、上野駅入屋口、仙台駅、TX 浅草駅、新岡地町駅などを経由して台東区役所に戻る台東区の東西を走る位置、方向を循環バスである。一周の所要時間は、平日約90分、途中約90から105分、運行間隔は、 約15分である。旧東京音楽学校総学堂と上野桜木会館の間は、東京芸術大学経由と関英寺経由を交互に運行しており、それぞれ一周 13.7km、14.1km となる。両バス停においての運行間隔は約30分となっている。循環のほか朝は数本が、 谷中霊園入口始発や浅草駅始発、夜は、数本が、長戸市総合病院東止まりや浅草駅止まりとなるものがある。グルーリ、メグリン専用車のイスズエルガミを上野駅入り屋口を起点とし、北、南メグリンのルートを時計回りに結ぶ一周 12.3km のコースを走る一方向循環バスで、ある。一周の所要時間は、約80分。 運行間隔は20分である。循環のほか朝は、数本が、橋場2丁目アパート前始発や、田原町駅始発、浅草駅止まりや浅草橋地区センター止まり、夜は、数本が、浅草駅止まりや橋場2丁目止まりとなるものがある。運賃は、全線共通で、大人、子供同一料金で100円となっている。 東武鉄道が発売している浅草下町フリーキップで利用することができる。なお、東京都シルバーパスは利用できない。2014年、交通系 IC カードが利用できなかった頃に停留所に設置されていた看板。当初、パスも安いかなどの交通系 IC カードについては利用不可だったが、 2016年1月31日のグルーリ、巡り運行開始に伴い、全路線で利用可能となった。また、以下の乗車券が別途販売されている。各路線を乗り継いで利用する場合、乗車時に乗務員に申し出てあらかじめ乗り継ぎ券を受け取る必要がある。乗り継ぎ券は、当日1回のみ指定された停留所で乗り継ぐ場合に有効となる。グルーリ。 メグリンからは東西メグリンにのみ乗り継ぎ可能である。現行車両の詳細については、台東区公式サイトのメグリンバス車両紹介を参照。日立自動車交通が担当する各路線では、共外路線が多いため、全長7メートル級の小型ノンステップバスが採用されており、内外装ともアトラデザイン、東京特殊車体によるクラシックデザインに改造されている。 車両代替により屋根状の装飾を廃止した簡易改造の車両が増えている。京成バスが担当するグルーリ、メグリンでは専用カラーの中型車が使用される。すべての車両でノンステップバスを導入しており、車椅子での乗降も可能である。2009年4月には専用カラーでクラシック改造は行っていない軽装車が1台導入されたが、 2010年9月頃に簡易改造車と同じ改造を受けている。同2010年10月にはフロント部分のクラシックデザイン改造のみを行った簡易改造車が2台導入された。メグリン、グルーリ、メグリンともに一部の車両では国立西洋美術館の世界遺産認定を機にフランス国旗のトリコロールを模したラッピングが施されている。 日立自動車交通形成バス日立自動車交通で過去に使用されていた車両。屋根上にも装飾のあるファンタスティックバスとなっていた。各ルートの専用カラーは現行車両に同じ。AB、メグリン、バスを運行。交通新聞、p ん都営バスのダイヤ改正について。2021年4月21日閲覧。ABCDEFGHI タイトーク。 循環バス、めぐりんパンフレット2016年1月版、北めぐりん分割運行と、南めぐりん台東病院に伸のお知らせ。台東区ホームページ。2018年10月28日閲覧。ありがとうございます。